アリウシセはセネガル自願勝利出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは DF、MF。2015年3月4日よりセネガル代表監督。シセは1999から2000年のシーズンにおいてフランス国内リーグのディビジオンアンで準優勝したパリ・サンジェルマン FC のチームの一員であった。次シーズンのパリ・サンジェルマン FC は チャンピオンズリーグ2000から01に参加し、シセは同リーグにおいて4試合に出場した。なお、チームは4位入賞でシーズンを終えた。だが、シセはその次のシーズンで、出場機会を失い、モンペリ HSC と契約した。その後の2002年から2006年にかけては、イングランドプレミアリーグのバーミンガムシティ FC、ポーツマス FC に在籍した。 2006年から2008年は CS バンアルデングと契約していたが、次シーズンからフランス2部リーグで戦うことを決心し、ニームオリンピックに2008年9月1日から参加した。しかしシーズン終了時に再契約はなかった。セネガル代表チーム選手としては、姿セは2000年から2005年までテランガのライオンの愛称で知られるセネガル代表チームの選手であった。 日本と韓国が共催した2002年の FIFA ワールドカップにおいてシセはセネガル代表チームのキャプテンを務めた。なお、この時シセのいるセネガルはワールドカップ初出場でしかもデンマーク、フランス、ウルグアイと同じ A グループに入り、勝ち上がりが厳しいと考えられていたがデンマークとウルグアイに引き分け、前回優勝チームのフランスに勝利して決勝トーナメントへ勝ち進んだ。 決勝トーナメント1回戦ではスウェーデンにゴールデンゴールで競り勝ったものの、準々決勝のトルコ戦では逆に、イルハン・マンスズにゴールデンゴールを入れられ、チームも敗退した。なお、2002年の9月に、ガンビア沖で発生した旅客船ジョラ号沈没事故でシセも、親族12人を失った。シセは、2012年1月に、オリンピックにおけるセネガル代表チームの監督補佐に、 推薦された。ヒセのセネガル代表チーム入りには、ヒセの持つ豊富な国際的サッカー経験が期待された。2013年のフランコフォン大会の際は、23歳以下セネガル代表チームの監督を務めた。2015年、当時のセネガル代表チームの監督であったアランジレスは2014から2015年のアフリカネーションズカップで、 セネガルが一時予選で敗退したことの責任を取り、監督を辞任した。2015年3月4日、セネガルサッカー連盟は、ジレスの公認に、姿勢を指名した。2016から2017年のアフリカネーションズ、カップにおいて姿勢は監督として、セネガル代表チームを率い、チームは、決勝トーナメントで優勝国のカメルーンに、PK 戦で敗退するが、8強入りに導いた。 2018年の FIFA ワールドカップアフリカ予選において、シセが率いるセネガル代表は本戦への出場権を得た。2017年12月1日、シセは組分け抽選会のためロシアの首都モスクワを訪れ、くじを引いた。抽選の結果、セネガルがポーランド、コロンビア、日本と同じグループ H に入ったことを知ると施設は、まず、 バランスはいいが厳しいグループだと感想を述べた。コロンビア代表チームについては、好みのチームだと言った。また、別のインタビューで、シセはセネガールにとって厳しいグループになるだろう。ポーランドは皆さんご存知の通り、コロンビアは国際試合の経験が豊富だ。日本はやれることは何でもやるだろうと述べ、それゆえ、セネガールらしさを保ったままの代表チームで、 ここに再び来ようと思うと語った。日本代表チームの監督であったバイトハリル・ホジッチは、抽選会直後のインタビューで、私は、セネガル代表チームをよく知っている、約2メートルの超新選手たちを前に動揺せず、私たちの流儀を貫くことが重要だと述べた。施設は、セネガルに帰国後、ハリル・ホジッチのコメントへの感想を問われ、サッカーに確定的なことは何一つない。 シンプルに、たくさんのことを議論し、決断するだけだと述べた。セネガルのメディアなどでは、セネガル代表チームにとって16年ぶりの出場となる2018年のワールドカップが2002年の躍進の再来となることを期待する論調が見られている。ありがとうございます。